はいどうも、はるきです。今回はこちら、風気味の俺がトランザースパイラル ST を開封レビューしていきたいと思います。はい、というわけでこちらですね、11月26日発売の WBBA ストア限定で発売されましたトランザースパイラル ST でございます。今回俺はトランスを補充のために2個買ってきました。もう1個はまた別の動画で開けたいと思います。いつにも増して滑舌が悪いと思うんですけど、勘弁してください。はい、ではまずね、開封していきたいと思います。急に風邪ひいちゃって1年ぶりぐらいに風邪ひいたんですけど、いやー、何が一番しんどいって鼻づまりからの頭痛だよね。やべ、箱よいしょ。中身はこんな感じですね。とりあえずシールを貼って詳しく見ていきたいと思います。はい、シールが貼り終わりました。では詳しく見ていきたいと思います。まずはレイヤーのドランザースパイラルから。これはですね、1ヶ月前に発売されたランダムブースターボリューム4のレア2であるドライガースラッシュ同様に、バク転シュートベイブレード時代のベイブレードのリバイバル版ということでございます。ドランザースパイラル、バク転を知らない俺からすると新ベイなんですけど、このドライガーと比べるとなんか歯の向きが逆になってますね。あとカラーリングも青い成形色に赤とオレンジのシールって感じで、結構派手めな感じになっています。ロックの太さはね、そこそこって感じですね。でスプレッド、これは直径の大きいディスクですね。初代スプリガーについてきた感じのやつです。トランスはですね、9月8月ぐらいに発売した、ブースターセットについてきたノバネプチューンのトランスの復刻というか、そんな感じのやつですね。このブースターセットが高かったので、トランスをね持っていないっていう人はこのドランザースパイラルで手に入れるといいかと思います。僕はそうしまして、2個買っております。組み立てるとこんな感じ。ドランザースパイラル ST、 かっこいいね。またこれはね、色が青くてだから派手でいいですね。バク転のリバイバルシリーズはヘビーだったりトランスだったり、結構良さげなパーツが入ってるのでいいですね。しかも強い。では早速バトルしていきたいと思います。今回は同じバク転ベイブレードのドランザーじゃなくてドライガーと勝負していきたいと思います。はい、というわけでね、若干ドライガーが強すぎたのか分かりませんが、ドライガーとの戦いは全敗でしたけど、ちゃんとねワイルドワイパンとか今の時代のベイにもちゃんと勝てるので弱くはないと思います。強いかは別として。そしてね、このトランスドライバーの限定色が入っているので、皆さんもこれはねぜひ手に入れてほしいベイだなと思いました。というわけで今回はベイブレードバースト B00WBBA 限定ドランザースパイラル ST の開封レビューでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。風直します。